どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽できるようになるよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日も始めていきます。今日はですね、 G ラボのガズモデルウクレレ、かっこいいですよ。はい、こちらとシンプル簡単バージョンでこちら初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていこうと思います。こっちの初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、ぜひ皆さんチェックしておいてください。さあ、ちょっと曲始まる前にお知らせ。11月11日渋谷でイベント開催です。詳細もうちょちょっと待ってください。とにかく渋谷でですね、めちゃくちゃ楽しいイベント、ガズレレの日のイベント開催します。大セッション大会を予定しております。もうモリモリみんなでウクレレ持ってきて歌っていきましょう。チェックを欠かさぬようにお願いいたします。さあ今日のレッスン入っていきましょう。今日のレッスン課題曲、デビュー45周年でもう盛り上がりまくってるサザンオールスターズのライブでは欠かせないこの名曲いきましょう。はい、ドン My Four Play Music。 サザンオールスターズのこれね、この間開催された45周年記念で先日開催された茅ヶ崎でのね、野外ライブのセットリストが公開されているんですよ。こんな感じで、この中に入ってる曲をですね、ガズレレでやってない曲をちょっとやっていこうということで、この曲かっこいい、これやりたい、これぜひ皆さん取り組んでもらいたい激アツサザン曲やっていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。熱いぜ。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはここにリズムとビート、これが心地がいいんだけどちょっとコツがいりますからね、しっかり解説していきます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。今のところで練習してもらったらですね、これからどんどん自分で音楽生み出せますからね、楽しんでいきましょう。さあレッスンの方入っていきましょう。サザンオールスターズの My Four Play Music、 まずは初心者さん向け超シンプルゆっくりバージョンやってみる。 1,2,3,4。サザンオールスターズの My Four Play Music、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。あーいいメロディー、これこそサザンオールスターズの濃厚エキスがギュギュッと詰まったやばい曲でございます。気持ちがいい、
ぜひ皆さんやってみてください。今のアレンジはですね、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでして、1番パート全部やった後に、もう一回サビ繰り返してるというパターンになっております。これね、フルコーラスやってみたい方、今回はちょっと簡単アレンジバージョンでショートアレンジなんですけど、これね、全く同じのをもう一回やる2番なんですよ。歌詞が変わっていくだけで。なんで、まずこのガズレレバージョンで練習していただいて、慣れてきたら、コード書いて2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作っていただくと、フルコーラスでできるようになると思いますね。まずはガズレレバージョンで練習してみてみてください。ガズレレの動画ではですね、歌詞とコードが出てますよね、動画に。それに合わせてもすぐ練習スタートできますから、ウクレレで一緒に練習してもらって、1個目のゴール設定としては、今やったシンプル簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせて演奏できたらもうすごいと思います。この曲やっぱり気持ちがいいけど、よく分析して歌うとね、もう息継ぐ暇とか、息継ぎをする暇感覚とかね、この辺もよく分析しないとですね、なかなか 息が続かないみたいなところになりますからね。はい、面白いですよ。めちゃくちゃ楽しい曲、やってみてくださいね。で、1個目のゴール設定して、ガズさんの簡単バージョンと一緒に歌いたいよという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記してね、歌うというのはなかなかやっぱ大変ですから、最初は楽譜的なものを何回も何回も見て練習していて、いずれ覚えちゃってですね、この大空に向かって見つめ合っちゃ君に歌いたいわけですね。はい、それがまあ最終目的だと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあんのということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏は、はい、ガズが手書きで書いたこの38冊目のノートです。すごいでしょ、もう38冊目。はい、ここに書いてあるんですね、この手書きのこのノート、はい、これを見ながら今演奏していきましたと。これもうちょっとしたらこんな風に大きく写してね、みんなもこんな風に書いてみたらいいよということでシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスがあります。これです、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、今日取り上げてマイフォープレイミュージックを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な、もう山のような、もう押し潰されちゃうぐらいの巨大な量の楽譜の中からですね、毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね。あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ、なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習してていただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね、概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。 My Four Play Music、 サザンオールスターズのもうエキス濃厚詰まった名曲でございます。見ていきましょう。これちょっとイントロ見てもらいたいんですけど、イントロだけちょっとね、ワンブロックちっちゃくなってます。ここ見て、ここに Am2 ブロックをやって、ここからメロディーが入っていくという感じで。でね、ここね、シンプル簡単バージョンこんな感じで弾いていたんですけど、かっこいいバージョンでね、ここのね、ここからここまで、ちょっと弾き方、いい弾き方しますから、楽しみにしておいてください。で、ここにこれ書いてあるのはシンコペーションといって、かっこいいバージョンでこうリズムがどんどん食い込むよみたいな感じで表現しております。はい、ここもコードが変わってるね。この下に書いてあるのはかっこいいバージョンのメッセージだと思ってもらうといいと思います。はい、まずここだけちょっとね、ワンブロックのサイズがちっちゃいの、ご注目。ここから普通ですから。はい、で、ここから普通に歌が始まっていきますと。はい、ここ見てもらうとコードが変わってたり、このシンコペーションマークがついていたりとか、いろいろありますが、はい、こんなことは、下に書いてあるのはかっこいいバージョンということでございます。はい、こうやって写しておくので、皆さん一時停止で、ノートとかに書き出して、自分のペースで練習していってください。そしてですね、あ、ここ星って書いてあるでしょ。これ後でここ最後のエンディングとして、ここから繰り返すということになるので、後でまた解説しますけどね。はい。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このね、ガズさんの手書きのデジタルデータ、そのものをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズレレのノートの特徴はですね、ここに V が書いてあったり、こういう点があるでしょ。言葉の上に。これ。いきますよ。せーの。
うん、見つめ合って神にタッチポーうん、両手で君の背にスクラッチ、はい、このうん、これ休符なんですよね。ワンツースリーフォー、うん、見つめ合って神、ここで D マイナーに変わる。こんな感じで、この点とね、これね、リズムの切り替えが分かると。あと、歌詞カードには載ってない、こういう伸ばすところもあるんで、これかなりね、ガズの手書きのノートは情報たっぷりでございます。ぜひガズクラブに入って、このデジタルデータの楽譜をダウンロードしてもらうのもご活用ください。お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。はい、まず A メロ1番、A メロ2番。うい、そしたらここ B メロ。ここら辺のね、感じがもうサザンがもう、現れてます。で、ちょっとここのメロディーがね、すごい低いんですよ。で、原曲もね、ここ、桑田さん、すごく低い感じで歌っておられて、レンジがすごい広いんですけど、もうオクターブ上で歌うとですね、この辺がすごい高くなっちゃうんで、ちょっと迷いどころだったんですけどね。はい、ちょっとこれを、うまいことこう表現してみてください。B メロ。はい、そしてこのね、C メロ、ここがかっこいいんです。ここね、かっこいいバージョンでリズムが落ちますから。これも解説していきますからね。はい。ひとまずは今、こう、B メロと C メロを移しておいてください。ここの英語もね、早口ですからね。ここ、ちょっと練習が必要ですよ、この英語は。はい、それでここ、ベイベーやって、それでここのラストの、まあ、ここサビ、ここと一緒なんですけど、まあ、ちょっとラストってことで書いたんですけど、ここ来たらですね、ここ見てもらうと、ほら、丸1、丸2って書いてあるじゃないですか。ここね、まずこうやってやってきて、1回目来た時はこのコード進行、1ブロック、こう2個入って、こう A マイナー。で、もう1回ラスト繰り返します。ってことは、もう1回ここですね。3つ目やって、神に立ち、もう1回来て、もう1回2回目来た時は、こっちのコード進行になりますね。1ブロックに1個ずつ1個ずつ入って、ここ見てください。ここ。イントロのこの星マークのところに戻るということです。そうすると、ここ2回さ、ラストのサビを繰り返したら、ここの、こっからですね、デレデデンデレデンデレデンデレって感じで、こうやって終わり。これがガズレレアレンジになっております。ぜひこれでちょっとやってみてください。で、出てくるコードですけど、今日ちょっと場所がね、なくなっちゃったんでね、ちょっとこのコードネームだけですけど、次々言っていきます。C と A マイナーと F と D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7の、このね、8個のコードで今日は今簡単バージョンをやりましたね。かっこいいバージョンはここに1個だけコード追加なんですけど、はい。簡単バージョンはコード8個です。今映ってるこの8個のコードは、ガズレレではね、めちゃくちゃ簡単、安心、入門コードのグループ、これのグループになっております。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がどっと10個覚えようと思うと頭がごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこと盛り盛りでございます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前にやっぱりこのね、桑田佳祐さん、サザンオールスターズのこの曲はですね、歌ですね。歌のね、息継ぎのタイミングとか言葉のこのビート感がすごい大事になりますね。これ見つめ合ってカメラタッチ、おおお、両手で君の背にスクラッチ、おおおで、このちゃんと息吸わないと息続かないですからね。はい。この、おーおーっていうところがね、息継ぎをね、ちょっとね、迷わせるんですよ。はい。そこもちょっと注意ポイントなんですけど。ね、言葉のリズム。うん、めっちゃね、あってかめに、この、ビートが乗ってんすよね。この言葉の歌い方に。これが、ね、大事で。見つめ合って神にタッチじゃなくて、見つめ合ってかめにタッチ。この、瞬発力が結構この、かっこいいんじゃないかなと思って、ちょっと分析してみました。ちょっとこの言葉にも、ビートを乗せて、チャレンジしてみてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョン1個だけコード追加、 B7。 この B7 がね、このいい味出してるんですよ。 B7 ガズレレ的 B7 はこことこことこの3箇所です。こうですね。これだけ押さえると大して難しくないような思うかもしれないですけど、例えば D マイナーから B7 だとすると、 D マイナーからだから1回ね、わーってこう手が全部離れるからね、みんな慌てちゃうんですよ。で、部活の場合は D マイナー押さえといて、 B7 行くときはこうやってスルッとスライドさせてとか、いろいろあります。あとストラップを効かせて一回手離してもこうネックがズコッとならないようにとか、いろいろ B7 をね一回空中遊泳するんでね、ちょっと大変です。あともう一個押さえ方って、2フレット全部押さえといて、ちょいこれでもいいですよ。まあでもこっちの方が初心者の人簡単じゃないかなと思って、この B7 を多採用してますけど、これでもいいです。2フレット全部の3弦3フレットでもいいです。はい、この B7 欠かせないコードです。はい、使っていきましょう。じゃあ今日出てくるリズム、これ今日なかなかねリズム大盛りです。はい、行きましょう。ドン、まずですね、8ビート
ートのチャとカッティングで、ダウンビートイコール16ビートのチャ、あとつまみ弾きっつうのが出てきますね。このね、ダウンビートっていうのはリズムがドーンと落ちるんですけど、16ビートのチャのリズムが参考になるよということで、まあ、皆さんガズレレよく見てくださってる方はおなじみなんですけど、まあ、こんなような表記になっております。このつまみ弾きっていうのはちょっとこの後解説しますけれどね、今日面白いリズムが満載でございます。はい、今映ってるリズムの解説全部ではないですけど、概要欄にウクレレでできるリズムのいろいろという、リンクがあって、そこでね、濃厚解説レッスン動画アップロードされています。どこに、あとカッティングもありますからね。カッティング書いてあったっけな、今言ったっけな俺。はい、ここで解説されているのは8ビートのチャとカッティングと16ビートのチャの解説はそこの動画を見てですね、ちょっとマスターしてもらいたいなと思うんですけど、今日はですね、なんと言ったってこのカッティングと8ビートの混ざったリズムがメインになります。これがめっちゃかっこいいんですよ。これ結構でいけると思うんでね、まあ挑戦してもらいたいなと思うんですけど、いや、じゃあもう曲のね順番通りにどんどん解説していきましょう。まず最初に出てくるのがつまみ弾き。これどうやるかっていうと、こんな感じになるんですね。こんな感じ聞いてて、すごいでしょ。これね、ちょっとコツがあって、1弦は、はい、右手ね、1弦は薬指、2弦は、中指、3弦は人差し指、4弦は親指で、こういう風に1、2、3弦は弦の下に指を入れます。下にで跳ね上げる感じ、こう親指は上からこう、これ同時にこうです、同時に弾きます。で、例えば Am を押さえて、はい、で、ここでもいいですけど、なんかね、こっちの方が弾きやすいんですよ。手を、僕の場合はここの部分を、このブリッジのここら辺にこう乗せて、ミュートはしてないですよ。アクセントつける。タトトタトトタトタトトタトト。これかっこいいでしょ。これ腹棒がこう、キーボードの、タン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 、これを再現してます。つまみ弾き。かっこいいでしょ。これイントロちょっとやってみましょう。2ブロック Am だけで伸ばしてメロディーが入ってきます。1,2,3,4 こんな感じです。最後はちょっとつなぎ、次8ビートのチャンのリズムに行くんで、そこの最後の E7 のシンコペーション、シンコペーション分かった、リズムがズゴンと前に食い込む最後のところ、タッタッタトーンドタッカパランダダってなっていきます。これがつまみ弾きです。これヒントを言うと、あんまり力入れると音がまず汚くなってうまく弾けませんからね。こんな風になっちゃダメですよ。ちゃんとアクセントで、柔らかくです。ちょっと力入れるだけ。タトトタトトタトタトトタトトタトト。はい。これちょっと難しすぎるという方は、8ビートでもいいです。優しく。デレデデンデデデンデデ。はい、これでもいいですけど、まあなんかこの雰囲気欲しいですよね。タツ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 ですかね。ここのアクセント。これちょっと練習が必要かもしれないですけど、この雰囲気出したいですよね。はい、ぜひトライしてみてください。で、そっからは、イントロの後半は、8ビートのチャです。気持ちがいいミドルテンポ。で、ズタタタタタタタ。はい、このズタタタタタよく出てくるね。最初にチャを弾いて、パッ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 、E7 で。で、こっから、A メロに入って、A メロに入っていく。見つめ合って神です。A メロというかサビというかね、これに入っていくわけですけど、ここで登場するのが、8ビートのチャとカッティングの、いいフレーズです。ちょっと弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。見つめ合って神に立つ、フォー、タツ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 。こんな感じです。で、これね、ちょっとこの、A マイナーと D マイナーのところに行きますよ。せーの、3、はい。こんな感じなんです。これカッティングなんですね。ダーツ、チャ、ダーツ、ツ、チャ、ツ、ダーツ、チャ、ダーツ、ツ、チャ、ツ。これはカッティングの練習、練習の題材的な、典型的なカッティングのかっこいい弾き方ですから。で、表に表すとこうなります。丸は弾く、バツはカッティング、星はチャです。A マイナーでやってみますよ。ダーツ、チャ、ダーツ、ツ、チャ、ツ、ダーツ、チャ、ダーツ、ツ、こんな感じですね。ちょっと練習しましょう。Am。ワン、ツー、スリー、フォー。気持ちがいい。これね、このカッティングのチャと、こっちのチャを区別してください。わかる？だからこのカッティングのカチャカチャやるときは、そんなに力入れちゃダメ。優しく弾く。で、チャの時はバシッと弾く。そうすると、もう一回せーの。
こんな感じです。で、これで歌ってみると、ちょっと早めに。ワン、ツー、スリー、フォー。見つめ合って君に、ラッフォー。両手で君の背にスクラッチ。ここの背にスクラッチのところは、シンコペーションがあって E7 だから、C からドン。こんな感じになりますね。はい。C、E7、タック。はい。同じ、弾き方です。はい。このタツ、チタツ、ツチツ、タツ、チャタツ、ツチャツ。これを、ぜひマスターしてください。これはね、さっきも言ったけど、概要欄に貼ってあるカッティングの練習動画でも、基本中の基本に取り上げてるやつなんで、比較的これいけると思います。で、コードも B7 が出てきたりもするんで、慌てないようにしてくださいと。はい。そして、この辺で、タタタタも入ってきて、これはもうひたすらちょっと練習してもらうしかないかなという感じなんですね。で、B メロ、無理をしてるばっかのないの。ここはね、8ビートのチャです。普通の、無理をしてるばっかのないの。気持ちよくやってください。で、問題はこの後、C メロですね。大都の刺激ほど、ここのところがダウンビートです、皆さん。リズムがズコーンと落ちる。ここで参考になるのが16ビートのチャというふうに、まあ、いつも言ってるんですけど、まあ、どういうふうになるかというと、その、C メロやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。大都の刺激ほど優しいのレイ。まあだから16ビートのチャというか、アイランドビートの跳ねてないやつとも言えると思うんですけど、ちょっとこのコード進行を練習してみましょう。せーの、さん、はい。ドン、チャカタック、D マイナー、チャカタック、ドン、チャカタック、ドン、チャカタック。なんか分かっちゃうと結構いけるでしょ。16ビートが参考になるってことです。だから、1、2、3、4、1、2、3、4なんですけど、16ビート的なノリでいくと、ワン、ツー、みたいな風に取れるじゃないですか。だから参考になるのは16ビートなんですけど、まあノリとしては、8ビートだ。ということで。まあとにかく、あんまり難しいこと考えずに、ちょっとリズムが落ちた、ビートになるよということです。もう一回ちょっと、流れでやってみようか。その前の B メロのね、とろける。女ならばとろける。この超音程低いとこ。女。ここでもツタタタタタタタ、ここ英語のところで出てきますかね。ちょっとここの切り替わりとこ難しいかも。よその誰よりかも。せーのーさん。よそ誰よりも何よ。伸びアップチューブがみこっちゃメロハチノーモア。ここの後、ノーモアの後にね、決めがあります。ダーツ、ダーツ、ダーツ。これは8ビートっぽい感じなんだけど、カッティングを入れて。ダーツ、ダーツ、ダー。この決めですね。で、その後もまた E7 でツタタタタ。止まるんです。いやー、ここが結構ね、ちょっと盛りだくさん。ちょっとよその誰からゆっくりめ。ワン、ツー、スリー。よそ誰よりも何を。Don't be afraid to let me in. こっちゃメロハチのもだ。ツタツタツタタタタ。アオ！ここまでです。このアオっていう、なんかね、こんな感じがもういい感じです。ここがちょっと一番今日難しいかもしれないです。もう一回やってみましょう。ワン、ツー、スリー。よそ誰よりも何を。感じになっていきますと。ここがね、いいよね。このリズムがドーンと落ちるところがかっちょいい。ここで急にドーン、ツッとバーン、ツッと、ツッとバーン。これで大きい乗るからまたサビに持っていく。あー、これがいいんですよ。で、まずこの、このね、小気味いい、切れ味鋭い、このカッティングのね、このサビがね、まあたまらないわけです。まあそんな感じでいきますね。で、ラストのサビは2回繰り返して、さっきみたいに最後のとこちょっと変わるということです。あとは繰り返しになります。というような内容になっているんですけど、これがですね、いろいろ内容が濃くてリズムチェンジもあったりするんで、やっぱり速くなりがち。やっぱりね、楽しくて勢いがある曲で、なおかつ気持ちがいいんじゃないですか。そうするとやっぱテンポ速くなっちゃうんですよね。まだそこだけはなんかこうちょっと意識しといて、でも、ちょっと速くなるのはかっこいいと思うんですよね、ロックの雰囲気で。やっぱりずっと、なんつうのかな、メトロノームみたいな同じテンポより、ちょっとね、テンションが上がって速くなっちゃうよ、みたいなのも、結構一個の魅力ではあるんで、まあまあ、
ほどほどの感じで、楽しめればと思います。そしてまあ、この曲はですね、まあ、歌詞はもう本当、ご想像にお任せしますという世界観なんですけど、やっぱやんちゃな感じがもうサザンですよね。これライブでこれ聞いたらやっぱり、いや、今日はパーティーだぜみたいな感じでね、かなりやっぱ盛り上がるんでしょうね。ライブで、サザンの45周年ライブとか行った方はもうこれでね、またね、景色をきっと思い浮かべていただけるんじゃないかなと思うし、まあ、行ってない方もですね、まあ、これは45周年サザン お祝いも兼ねてですね、もう全開で歌っていきましょう。気持ちいいもん。はい。そんなわけで、早速やっていきましょう。サザンオールスターズの My Four Play Music ガゼレレレかっこいいバージョン。やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ガズレレリューかっこいいバージョンやってました。いやーもうサザンの濃度がかなりこの曲が濃いですからね。いやーこれはね気持ちがいい。ちょっとねカッティングとか小技もあるけれども、まあ、じっくりゆったり取り組んでみてください。さあお知らせです。11月11日渋谷でイベントやりますからね。ちょっと今のところはまずスマホにガズレレの日のイベントを渋谷で開催だから行かなければいけないと予定帳に入れておいてください。よろしくお願いします。あとこれ見た？ガズレレ G ラボスタッフ募集、ウクレレのスタッフ募集してます。詳細概要欄に貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。あと、ガズレレのアプリ、ガズレシピに新しい40曲のブロックが追加になっております。このね、新しいブロックめちゃくちゃいい曲が満載なんですけど、ちょっとアプリのことについても、ちょっとこの後解説していきます。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で、楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちは。かっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。で、このアプリ内は、いろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。アマゾンとか、あと島村楽器さんでも、これゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんと、ガズレレ楽しんでいる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズ、これ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中、あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ、G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別に、キャップだとか、今これ着ている T シャツとか、
このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。